はい、皆さんこんにちは、かっちゃんです。ということで本日はですね、新型任天堂 3DS ギター。はい、ということで今日は10月11日なんですけど、新型の 3DS が発売されたので買ってきました。ニュー任天堂 3DS交換できる着せ替えプレート。今までね 3DS LL を買い替えてずっと使ってました。今回のこのニューニンテンド 3DS は従来の 3DS よりね、画面がちょっと 1.2 倍大きくなってるってことで、今回ねこれを買ってきました。あとは他に買ったのはモンハン着せ替えプレート。ちょっと見にくいんですけど、マリオのね絵柄がついた着せ替えプレートになってます。充電器、保護フィルム。じゃあ早速上げてみたいと思います。こうなんかこのポップな感じがね、今回の 3DS はいいですよね。うおー、説明書、ういー、じゃあ出しますよ、出しますよ、出しますよ。あー、やってきたー。こういう感じで、ね、もう背面のところはパネルが取った状態で別に付属で付いています。おー、ういボタン4色フェー。実機をちょっと触ったんですけど、お店で画面がねめっちゃ大きくなってる。 1.2 倍で全然ちょうどいいくらいの大きさになってますね。はい、じゃあ別アングルで撮ってみたんですけど、サイズ比はこれくらいです。 LL に比べると画面はだいぶ小さいんですけど、実際手に取ってみると全然 3DS の大きさで、私は満足できる大きさだと思います。ね、LL だと大きいと思っていたのでこんな感じです。なんか前の 3DS より角とかもこう丸みを帯びて、ミニ LL みたいな感じの今回 3DS になってますね。おお、画面は小さいんですけど、なんかすごいフィット感がある。すごいフィット感があるね。この4色ボタンがすごいレトロな感じでいいですよね。今回のでも難点はね、パネルがね高いんですよね。結構見にくいなー。なんかね、こうマリオの絵を手からとわかるかな、入ってます。おー、ゴージャス。ミニ 3DS みたいな感じ。なんか本当にこのサイズがね、今回もこう iPhone みたいに2つあるのですごい悩みどこなんですけど、今回の本当この大きさはおすすめです。すっごい画面大きくなってる感じがする。こちらもね十分楽しめる感じはしますね。おー、じゃあ裏面もね、今ちょっとこんな感じでつけてみました。じゃあちょっとこんな感じで荒れてしまっているので、今日はとりあえず開封動画でした。はい、ということで、じゃあ今日は新型任天堂 3DS を買ったよっていう動画でした。こうサイズをすごい迷ってる人とか、新しい方の 3DS ぜひ一度触ってみてください。画面のサイズがすごいジャストになってます。1.2 倍は結構ちょっとの違いかと思ったらしっくりくる感じなので、気になる人はぜひ触ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。チャパダバイバーイ、ニンテンドースリーでーす。もうね、今月はもうほんと破産。